続きまして一緒です。今後予想以上に美味しかった。ウイスキーとか好きな人、まあ焼酎ちょっと苦手かなと思うかもしれんけど、ウイスキーとか好きな人で焼酎も好きな人は買いなさい。はい、金白うまいわ、ほんまに。ベタ焼酎そんな好きじゃないの正直。これうまいよ。で風呂も入りたいから、おまけにこれ取りたいから、もう滑ってるから俺完全にね、うん、よし、氷もまだ残ってますから。というわけで、あはー、もう8時10分前でございます。だけどこれインターバルで今ね、多分これ動画見てらっしゃる、まあわからん、ここで編集点作ってしもたらさ、ここでさ編集点作ってしもたらさ、ここでさ、バサキブスを20の一部が終わっちゃう感じがあるかもしれないけど、まあまあいいや、うん、じゃあ終わりませんよ、まだ続きますよ。はい、というわけでこの野郎とも酒は飲んでんのかこの野郎。っていうかさ、俺この間の準備枠でも言ったけどさ、俺と一緒のペースで飲んでくれよ。皆さん酒飲んでますか、飲んでますか、あんたたちも。クリスマスですよ、俺はこんなに寒い格好してんのにさ、頭のこのさ100均で買ってきてさ、だだ滑りっていうね。というわけでね、皆様いきますよ、乾杯。乾杯でございます。まあ全然酔ってない俺、うん、まあ気をつけろよと、酒には注意しろよって言われてますけども、どうか、あ、全ピン立ってるね、大丈夫ですよ。まだね、まだ大丈夫、ほろ酔いぐらい、だってこれをね、グビグビ飲んじゃったらね、それはね、明日に支障がありますけど、そうやで、アラフォーやから、酒は飲んでも飲まれるなんだぞ、当然だよ、そんなもん、酒に飲まれないよ、今まで俺とじゃあ1年空いてんだから、酒無双1年空いてんだよ、俺だってこの期間に勉強してますよ、チップチップやるよ、たしなみますよ、そんなの。いやだから当てがね、もうないから、当てがね、まだまだ続くんだよ、まあ、続くよ、だから風呂入ってね、いつでも寝れるような状況にして、やるんだ。トラッタッタじゃわ。というわけで、酒無双第一部このまま終了したいと思います。酒無双20。お前もラジキにしやろうか。はい。撮影前でございます。またこの寒いこれつけてお風呂上がりでございます。今から生放送を始めようかなと思っております。じゃあやるか、やっちゃうかね、もう帰ってくんのかね、どいつもこいつも帰ってくんのか、この野郎。チョッパの前ですよ、今のチョッパの前ですからね、チョッパの前ですよ、可愛かったでしょう。さあ始まりましたね、どうなるんでしょうか、何分でみんな帰ってくんのかな、さっきのね、これね、金のあれ残ってますからね、もう2人来てるで、もう2人も来てるよ、もう2人も来てるよ、本当にもうお風呂上がってすっきり、あーすっきりですね、本当にもうね、あ、尖閣くんがちょっと見えちゃうよ、尖閣くん、もう今や尖閣諸島なんてね、もうね、時代のね、もう時代が過ぎちゃったっちゃっちゃんだよ、本当にね、もう世の中怖いよね、尖閣諸島問題なんて今誰が言ってますか、この年末言えよ、お前尖閣諸島問題終わってねえんだよ、この野郎、本当によ、本当にもう、はい、飲んでますよ、ありがとうございます、1名様コメントありがとうございます、ああうまいな、食い物がね、
食いもんがね、食いもん。これをね、兼ねるとね、なんかいろいろこけてんだよ、ここら辺で俺の飲み切った酒が。こうやってんのかな、ここだよ、ここだよ、ここ俺ここだよ。おいしょ、皆様帰ってまいりました、ありがとうございます。というわけでね、復活第1弾、8時半。それでは皆様乾杯でございます。まあさっきの酒ですけども、あ、乾杯。いや、まだね、序の口ですよ、こんなもん。言っときますけど。俺はまだね、こんな滑ってるって分かってるね、こんなね、もんをつけてられる時点でね、まだ俺のメンタルはね、タフですよ。うん、タフにできてますよ、そんな。あ、ちょっと待って。あ、オン、オフあったわ。よかった。この電池切れたらね、まだ俺クリスマスの時もしかしたら被らなあかんかもしれんか、これな。クリスマスの時俺被らなあかんかも。ハニートリスって何？ハニートリスって何？ハニートリス、続々とコミュニティ参加、ニコニコ生ニコニコミューのコミュニティ参加をありがとうございます。今日は大丈夫、でも明日の影響が心配。大丈夫ですよ、今日なんて飲んでないよ、でも何にも飲んでないよ、そんなの。いっちぱさっきも飲んでないよ。ハニートリスっていうのあんだね、ハニートリス、よっしゃ。結構ね、これにね、見ながらね、飲んでるからフラフラなってる。カメラの違いさ、こうだね。ね。で、いうことでね、俺無茶はね、しないよ。無茶しない程度で割ってるんだ。でもさっきで割ってるよ。わかるこれ。本気でコスプレしてきてんだよ、デーモンか、これが。わかるかいこれ。これデーモン小暮のね、コスプレ。とんがってんだろ、これこれ。明日休みだよ。明日も明後日も、明日と明後日、私休みじゃないと、こんなことしません。アイラブ、尖閣諸島。尖閣君でございます。ありがとうございます。去年に引き続き、尖閣君 T シャツ。昨年のあてはね、これからだよ。有名な方ですよ。写メお願いします。有名じゃねえよ。何も有名じゃねえよ。俺なんかが有名だったらね、その辺の近所のバハンだってね、世界的に有名になってるね。いや皆様ね、こうね、やってね、だちょっと始めたらね、帰ってきてね、くださるようにね、なってきました。ありがとうございます。これありがたい、ありがたいでございます。というわけで2枠目始まりました。2枠目じゃない、第2部酒無双20、2枠目決まりました。内径カメラやな、よっしゃ。というわけでね、これ巻いちゃったんでね、次のお酒に行きたいと思う。もう好きなお酒に行きたいと思います。続きましてはですね、そうですよ、いろいろありますよ。今年やり残したことのなんとかかんちゃらみたいなのってね、今年はもうさっぱりもっこりいなくなった一室ティンコがね、やつはあれですよ、苦手なものを克服するぞと言ってね、いろいろやってましたよね。この間あったら生もの食えるようになってたっつってたんでね、この間ね、生もの食えるようになってたっつってたからね、俺もじゃあちょっくらさ、ここいらで やっちゃうかと。俺は苦手なもの。だけどね、苦手なものって言いながらね、そんな大してもね、実は飲めるものがあった。俺ね、日本酒嫌いなんですよ、日本酒。日本酒は苦手。日本酒は苦手なんだけどね。だから日本酒をね、今回買いました。日本酒買いましたよ。日本酒のほどをね、こちら。紀州黒江伊達酒造吟醸名酒、伝統の国酒、伝統の国酒って書いてますね、これね。まあ、ただそんな高いやつなかったよ、日本酒買いましたから、今回ね、私日本酒をどうのこうのですよっていうのはありましたからね。ポンと
けんなよ。本当によ。買いましたよ、日本酒。日本酒をね、飲まねえぞ、お前。一杯しか飲まねえからね、そんなこと。バカみたいにさ、バカ。飲まねえぞ、俺は。まあね、で、この日本酒飲んだことあんねんよ、何回か。で、その中でも飲めるやつね。うん、日本酒でございます。でも冷凍しといてよかったので、これ俺冷やかでいいんだよ、これな。うん、いや、これうまいんだよ。これうまいんだよ。美味しくないものはうまくないんだろうな、みたいな。美味しいものは美味しいんだろうな、ってやつか。美味しいよ。うまいもん、うまい。これ知ってる？これ俺結構好きな日本酒なの。日本酒の中でも、俺日本酒嫌いな日本酒。純米造黒酒。純米酒、黒牛、黒牛、これね、私ね、好きなんですよ。まぁ、あ、ちょっと、まあ、これはちょっと冷やで飲みたいね、本当はね、これね。うん、よっしゃいただきますよ。うん、たまには息の店、どこの大学生やねん、お前。それでお前、鴨川飛び込んで死んじゃうわ。よっしゃ、あっという間のポンポンじゃないんだよ。こんなもんかな、日本酒やったかな。うん、黒牛でございます。これ私大好きな日本酒。日本酒ダメだけど、日本酒の中でも好きなの、ね、おい野郎ども、9時前ですよ。うん、飲むぞ、飲むぞ。おい、酒を何を持っておるか、己らは何の酒を持っておるか言いたまえ、この野郎。何飲んでんだ、何飲んでんだ、酒大至急。そんなもんね、言うてもファンタや、お前なんかカルピスサワーか。よっしゃ、まあ許そう。ストロングドライ、お茶、待ってた、黒キリ、まあ、いちこ、なんだよ、いちこいちこですね。いちこいな。下町やな。もうどいつもこいつも。そこへ泊まるか。ふふ。今月アセロラ発泡酒。うん。オロナミン。どんだけ元気足りひんねん。ふんわり今月ハイボールストロング。まあまあ飲んどるな、こいつら。というわけで、ね、皆様。それでは乾杯でございます。乾杯。うまいな、口当たりまろやかやわ。口当たりまろやかやな、ほんま。このなんていうのかな、飲んでないような飲んでる感じ。飲んでんやけど飲んでない感じ。これまろやかすぎて。これやで。これやったら飲めるわ。ほんと口当たりまろやか。もうこれしかね、言いようがないよ。この、俺って日本酒嫌いやもん。もう日本酒嫌いな俺がね、これ、吸って飲める。うん。吸って飲めるね。だからさ、あのね、日本酒を飲めない人がこれ飲んだらいいと思う。美味しい。というわけで、酒無双第2部、新しい酒で始まりました。というわけで、次の酒でお会いいたしましょう。へりへんかった。よいしょ。あ、これ食うわ。これ食う。最高級昆布、磯の木昆布。最高級さを。どういうこと？最高級さお前昆布を。どういうこと？最高級さお前昆布か。最高級さお前の昆布をって言えないよ、これ。どういうことじゃない、これ。見えっから、これ。これ買うからピンと。最高級さお前のじゃないよね、これ。
そういうことか。最高級サオマイ昆布を原料にしたソフトな食感の昆布のつまみです。これ前ももらってんけど、これね、これって風味豊かなんだよ、このね。知ってる、これ、これ知ってます、昆布。いや、だけどね、この子、あー吹き飛んだ、吹き飛んだわ。うわ、めっちゃいい匂いしてる。もう弾けた時点でめっちゃいい匂いしてるわ。あー、もうめっちゃなんかいろいろこけてるし、もう。じゃあこの昆布のね、この昆布の風味ったらね、この昆布の風味ったらね、あんたね、もうそこ知れないよ。うまいわ。あのね、要はね、簡単に言うと、もう袋開けた時点ですごい昆布の香りがするの。甘い。うまい。これどこや、これもタイシド、これもタイシドですね。あのイカと一緒で、タイシド、タイシドですよ、甘みですよ、完全なる甘み。酸味と甘みどっちが強いですか。昆布じゃないから甘いですよ、これね。だけど後からね、これ後からもっとね、抜群なね、やり方ね、やりますから、こういうの抜群にね、美味しいやからね。うまい。で、この、これね、この昆布でも最強やと思う、今のところね。うまいわ。ある意味俺これね、これをこの上からお湯かけてふやかし、ご飯にかけて食べたいぐらい。風味だから。なんてやつ？タイシド最高級昆布、磯の木昆布。タイシド最高級昆布、磯の木昆布。タイシド最高級昆布、磯の木昆布。それはやつだ。はい。ダイヤで3回言いましたけどね。それ高いんかな、終わったら分からへんから。知らん、俺もいた、もらった。もらった。うまいよ。最高級昆布うまいよ。最高級やから、だって。日本酒。あ、カメラ回ってたわ。よっしゃー、次が続きました。続きましてですよ。次行こう。次の先や。もうこっから俺はね、パンドラの箱開けますよ。俺一人で無理しないから。飲みたくなかったらやめっから、無理しないよ。今からね、パンドラを開けようかなと、俺の中のね。言ったけど、57時間前の氷で大丈夫やから。キティちゃんのリボン見えんの？キティちゃんのリボンやから。残っとんねん、これチェリオの焼酎、俺3本買うてもらってんけ。これ3本買うてまいりましてん、これ正直。チェリオの 700ml のローソンで売ってる焼酎ね、これね、悪酔いで俺次の日具合悪くなったから、ってやつ。これ赤いやつや。
美味しい美味しいなの普通よ普通、うん、ただ俺の体に合わないっていうね箱かもしれんなまずいやつまずかった、うん、いやだけど、だ俺はねだけど今これにね入れた時点でこれ一杯しか飲まない、うん、アルコール高め 8% メガサイズ700ml チューハイレモンメガどっち行こう、まあ、グレープフルーツかな、トゥ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 はいもうこれ終わりね、はい、もうこれ終わりですよ、もうこれ終わりをしたくないから私も明日予定ありますからというわけでなんかカメラ回りっぱなしやったけどおーしゃー行くぞーらー男なら酒だろ女なら色気だろというわけで酔っ払って女子は色気ムンムンになってください乾杯、うん、飲み口爽やかむしろジュースこれが怖いねんなこれが怖いねんなあーもうジュースやなこれな完全にジュースやね味がグレープフルーツに炭酸が入っただけみたいなこの感じがな非常にやばいねなこれはやばいよこれどうぞアルコール度数ねあと 8% ですよまあこの一杯ねまあやめると思いますけどねこれ昆布でうまくねえだろこんなもんザワさんもあんたこれ昆布入れろっつってやついいんだよ無理だよこんな昆布でまずいだろほんとに、うんまあ、というわけで次のお酒で会いましょう、しゃあまたずつだとこのさメガチューハイのこのなんか残ってくると甘いの食べたいからさ黒糖ドーナツ棒沖縄産黒糖国内産小麦粉沖縄産黒糖国内産小麦粉、ね、沖縄も 国内産やろ違うんかそれは沖縄産黒糖国内産小麦粉両方とも国産やろじゃん沖縄結構まだなんか日本に入れてもってへんのか宮村福井からお届けしますロマンをくるんで太陽瓶どういうことやねよくわからんけど、なんかわからんけどな。うん、国産全部まとめて国産にしといたらええんちゃうんか。黒糖ドーナツ棒、黒糖ドーナツ棒、うん。これはね、多分うまいよ。俺甘いも食べたかったよちょっと。カメラこっちへ寄せるわこんな感じ夜からピンタオかなピンタオのピンタワシーサーこのカメラほんともう役立たずだわこんな感じですねお前俺のことどんな好きやねんこのピントこんな感じですよはいというわけではい私に会わせてくださいこんな感じでございますじゃあいただきまーすん？中強い。うまっ。うまっこれうまいな。うまい。なんかね甘すぎない。だから俺パサパサかなと思って。もしくはカリッとみたいにカリッとしてんのかバサバサしてんのか思ったけど適度な知ってる。うまっこれ。うん、うまいな。何このしっとり感。
ドーナツじゃないよな。何やこれ。あのね、駄菓子屋によくね、黒糖のこの長細になったでしょ、黒いあの、なんていうの、ひし形っぽくなってるやつ、ひし形じゃない、平行四辺形みたいなやつ、硬いやつね、あれのはしっとりした感じ。あの、あれなんていうの、あの駄菓子屋であったこうさ、なんかこう、だって平行四辺形ちょっとなってるやつ、硬いやつ、あれ何、あの、あれのなんかしっとりした感じ、クロンボ、うん、クロンボ、うん、クロンボかも、めっちゃうまいこれ、あれのしっとりした感じ、うん、ドーナツじゃないか、ドーナツじゃない、うん、めっちゃうまいこれ。株式会社フジバンビやるね、うん、だけど角の駄菓子屋って、角の駄菓子屋ってめっちゃうまいわこれ。これ多分九州の方限定じゃん、どこのやつやろ、売ってないよ、だからその辺で角の駄菓子屋、株式会社フジバンビ12本入り、程やまでまろやかな味、さっくりとした食感、さっくりはしてないけどな、フジバンビ、フジバンビですよ、フジバンビ、フジバンビで調べてください、これ欲しい人、フジバンビの角の駄菓子屋の黒糖ドーナツ棒、これめっちゃうまいよ。俺ね、あのね、クロンボのなんかあのバサバサしたからあんま好きじゃないね。いや、これめっちゃしっとりしてうまい。これいただきました。これいただきました。うん、熊本の名産らしいです。何、うん、食べやまない。わかる？中白いのこれ、ちょっと白いのよ。これがね、なんかね、生っぽさ。なんかもしれんけど、めっちゃうまい、パラッ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 、うん、うまい、うまいな、これだよね、ウイスキーとかやったら合うんちゃう、もっとこれ、わけのわかんない焼酎飲んでしまったけど、ウイスキーとかバーボンとかブランデーとかと合わせて作った超絶うまい、チョコレートの代わりにね、うん、一緒じゃねえか、うん、女子サッカーでも、女子サッカーで有名なこれ、うん、うん、女子サッカー知らないもんだって、鳥肌みのるさんがね、あの女子サッカーのなんとかとかセックスができるって言ってたよ、うん、おーっしゃー、続きまして、メガサイズ 700ml チューハイレモンチェリオ 8% でございます。これ何光ってんのこれ、何光ってんだ、寒いのにな、寒いくせにこのペットボトルにさ、お酒って書いてある、ていうかペットボトルでさ酒ってさ斬新よね、うん、さ、もうこの一杯ね、しゃあ、ええ音しとっけどな、ええ音しとるけどな、うん、ええ音しとるんやけど、なみなみにしとこか、うん、ブーッ、あっしゃ、乾杯しましょうか皆様、
ただいまもう9時20分というわけで皆様、何回目の乾杯か分かりませんけども、やろうと思う。飲むぞ、乾杯。何を飲んで今。うわー、これすごいな、香料の味。え、俺レモン飲んで今。俺どっち飲んだ、もうどっちのだか分からんぐらい香料がすごい。これレモンかな。もうなんかさ、あの入浴剤みたいな味するよこれ。これ何、これすごいね、この味。レモンかな。ひどい味してるわこれ。ひどい味してるなこいつな。レモンなんかな、レモン、レモン風やな多分。俺これ飲んだ、これ多分こっち飲んだな。グレープフルーツの方が断然うまいね、グレープフルーツの方が。あ、これ見えへん、これね、頭何つけてんですかって言ってこんな感じですよこれ。お前分かるか、メリークリスマスって感じの一切見えねえっすよ。もう完全に滑ってんだよ本当に。完全に滑ってる、滑ってる系男子ですからね。ちょこちょこいっぱい来てんだよさっきから、いろんなのがね。なんだ、あら、一緒じゃねえか。一緒じゃねえかって。いやまあだけどね、ほんともうね、こっちゃうよ。もうね、この先はね、ほんとね、ひどいよ。このレモンひどいな。だから皆さんグレープフルーツ買ってください。レモンはね、ほんとにちょっとね、ありがとうございます。ほんとにもう。よっしゃ、次の酒で会いましょう。立てへんかった。さあ、私飯動画の人ですからね。飯動画の私人ですから。うん、飯こう。生放送の5分ですけどね、残りね。うん、よし、餃子焼いてきた。結構ね、カリカリに、ね、焼けちゃったよ、これね。わかんないかな。こんな感じにね。餃子とご飯とカス汁、このカス汁ね、さっきねピンポンピンポンなっておかんだってさ、カス汁をね持ってきてたみたいでさ、うん、いただきます、メリークリスマス、メリークリスマス。あ、これ残ってますけど、うん、よし飲むぞ、飲むぞっていうか食うぞ餃子をポン。ご飯、おいしい、うん、最高やな。うちのお母さんのカス汁、いつもちくわ入ってんのよ、なんかね、なんかちくわ入ってんのよ、いつも。うん、うまい、うん、ちくわとさつまいもね、うん、うまいね、うん、なんて言ったってね、やっぱね、餃子とご飯ね、うん、
まい。病気になるわ、お前は。いや、だけどね、やっぱね、餃子ってさ、酒じゃないよ。餃子食ったらビール飲みたいなとかさ、そういうことじゃねえんだよ。餃子食べたら飯食いたいな、これがデフォですよ。これがデフォプラス酒ですよ。ドキドキ、ドキドキ酒、餃子、ライス、時々酒、そういうことですよ。餃子とビールなんていいんだよ、ね、でも餃子とビールなんてどうだっていいんだよ。餃子と飯とビールだよ。時々ビールだよ。なんだよな、中央人もこれしないよな。中央人多分気づいてないよこれね。餃子とご飯を食べるっていうことね。多分これ初めて気づいたの王将やと思うな。王将が初めて餃子とご飯が美味しいって気づいたの。びっくりした、これもう美味しすぎてお箸まで食べかけた。ちなみに言っとくよ、これ手作りですから、俺が作った餃子ですよ、これ前にね。あ、これ餃子とライスは王将が確立したな。電話してきて、酒かすもらったけどいるって言われてさ、酒かすもらっても俺料理できひんから、酒かすを使った料理を作った時にくれっつったらこれになってきた。ありがたい。うまかった。というわけで、生放送終わってますので、字幕いきます。